はいどうもこんにちは、カリパイです。さて今私はどこにいるんでしょう、何をしてるんでしょう。ということでじゃ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 ーん、そうなんです、超久しぶりにですね ASE の方ですねの方にねちょっとインしてみたんです。そして今ね、いる場所はですねジェネシスの1にいます。はい、そういえばこんなとこだったよねここね、あの沼地なんですけどバイオームがね、はい。で、ここがですね、私のね、あのメインの拠点なんですが、いや、久しぶりにさ、ASE 入ってみたらさ、やっぱあれだね、全然違うわ。全然違う。なんていうかな、細かい、その描写表現 ?ASE がね、いかにね、綺麗だっていうのがよくわかるね。やっぱね、違う。まあ、これも十分綺麗なんだけどさ、なんかね、違うんだよね。うん。そう。で、ASE の方のちょっと話をするとですね、このジェネシスのね、1で、ミッションをいろいろやったりなんやかんやということで、おー、久しぶり!プール元気だったか!これね、つよつよのカルカラなんですけども、はい、こんな感じでね、もう、しっかりいろんなね、充実してて、でね、ASE、まあ、1000時間以上やってるんですけど、まあ、様々ね、いろんなマップをやってきて、まあ、いろんなもの持ち込んだりなんやかんやっていうことでね、整ってはいるんですね。はい。ただね、このジェネシスの、ん?ゲームポートが壊れた?あ、これか。いらないや。ジェネシスのね、なんすかね、ラスボスはね、まだね、討伐してないんですよ。で、今回はね、このジェネシス1の続きをやるんじゃなくて、ちょっとね、まだ行ってない、ストーリーマップ、そう、ジェネシス2ですね。そっちをね、ちょっと覗きに行って、でね、まあ、そうだな、タイミング的には、ASA の方のね、あのマップ、まあ、センターが来るっていう風に言われてるんですけども、まあ、そっちがね、来るまでの間、ちょっとね、一旦この ASE の方に潜って、でね、ジェネシスの2、全く行ったことないから、ちょっと行ってみてね。まあ、軽く、多分あのね、本格的な攻略とかまで時間足りなくてできないと思うんですけど、ちょっとどんな世界なのかっていうのね、はい、見に行ったりなんやかんやっていうことで、やっていきたいと思います。さてと、じゃあね、まずはね、この ASE のね、様々なこういういろんなこと、まあ、基本的にはさ、まあ、一緒なんだけど、なんかね、目慣らしとね、いろんなこと、まあ、ちょっと込みで、久しぶりすぎてね、ASA のに慣れちゃったから。だから、ちょっとね、久しぶりにいろいろね、鳴らしながらやっていこうということで、じゃあ、まずね、ちょっと一旦、ジェネシス行ってみましょうか。ということで、アップロードしましょうか。はい、パンエンチになりましたね。で、ここにね、トランスミッターがあるので、起動します。ちょっとまあ、ゆっくりやっていきましょうよ。ゆっくりやっていきましょうよ。でね、ここでですね、サバイバーをアップロードしますね。はい。はいはい、こんな風でしたね。行きましょうか。まあ、ローカルのね、ASEでね、ここ一番緊張する場面ですからね。はい、行きました。で、これ確かキャンセルで、ここで行ったんですね。これ戻りますね、メインメニューですね。おーこんな風でした、こんな風でした。で、ね、ゲームの作成の、これですね。ほら、唯一ね、これまでやってなかったストーリーアークのね、マップですけど、今までアイランド、スコーチダース、アベレーション、エクスティンクション。エクスティンクションがね、一番なんか楽しかったな、個人的にはね。はい。で、こっちはね、ラグナロクはちょっとだけ行ったことある。あ、そうか、センター行ってみるっていうのも面白いね。まあでもね、ちょっとね、ジェネシスのね、2見てみたいから、ここ行きましょうか。選択してますね。で、シングルプレイ開始。よし、来ました、来ました。で、サバイバーをこのキャラで行きたいと思うんでね。はい、これをダウンロードと。でね、これオカルトなんですけど、ここでね、サクサクってね、どんどん進んじゃうとね、なんか結構エラ落ちする風だった気がするから、ちょっとじっくり。時間を空けてやろうということでね、こうね、しっかり、ちょっとね、こうね、パソコンをこう鳴らしながら、じっくり時間をかけて、で、そろそろいいかな、ダウンロード、おー、これか、ほら、日数1でしょ。何やら、
なんかエリアがこういう風に分かれてんだね。真ん中どうなってんだろう。ちょっとね、あんまりよく分かってないんで、ジェネ2がね。なので、とりあえず、まあやはりイージーから行きましょうか。サマーワースっていうのかな。で、ここでサバイバー生成いきますね。はい。お、ちょっと見ましょうか。なんだなんだなんだ。うお、めっちゃかっこいいんだけど。本当にもう、なんて力なの。はい、大丈夫、もう少しで。なんか乗ってるんだね。あ、よかった。はい、そのアーマーが守ってくれたみたいですね。これはシミュレーションなんかじゃありません。私たちは巨大な宇宙船の中に。お、めっちゃ綺麗じゃん。この船を支配してるのは。うわあ。え？これがまあなんか敵のボスみたいな感じ？うん。あ、転送みたいな感じ？聞いたかな。大丈夫かな。頼むぞ。さてさて、お、来た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 。突然ですが、いいニュースと悪いニュースがあります。はい。いいニュースはこの船の機能がまだ生きているということです。この船。ロックウェルはまだ全てのシステムを支配できていないようですね。はい。あ、ロックウェルか。なるほど。彼が今まさにそうしようとしていることです。うん。どうにかしてあなたをまたシミュレーション内に送り込む必要があります。そこでならロックウェルから船のシステムを奪い返せるはずです、うん、システムを十分取り戻しロックウェルを弱らせることができたなら彼を食い止められるかもしれません。ええ、長い道のりになるでしょうね。わあ、いた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 。でもサバイバーさん、これはあなたにしかできないことなんです。では行きましょうか。行きましょうか。うわ、来た。っていうかさ、最初からテックスーツを着てるんだけど、これさ、今まで自分が使ってたテックスーツとはちょっと違うんだけど、あ、まあ、最高だよ。これか、これが噂に聞くジェネシス。うわ、なんかいるわ。これなんだ、初めて見た。メイウィング。かわいい。そう、このね、ジェネ2はね、このね、テック装備が全部、連邦製エクソヘルメットなんてかんってなってて、今さ、やったようにさ、これエレメントがなくてもタダで使い放題っていうことなんだよね。だからこれ初手さ、こんな風にもうビューンっていけちゃうってことだね。マジか。で、なんかその話的にはなんか、なんていうんかな、なんかさっき言ってたよね、ロックウェルがどうのこうので、で、もともとさ、ジェネシスの1って、なんかそのシミュレーションっていうね、なんかそのくくりの中にいてやってたんだけど、なんか今それをさ、なんか抜け出して、これだからリアルの世界ってことだよね。宇宙船だよって言ってたよね。だからこれが全部なんか宇宙船の中にこういうのがあって、でどうのこうのみたいな。めっちゃ綺麗じゃん、すごい。久しぶりにさ、まあこれね、このなんか密閉された中とはいえ、久しぶりにさ、なんか明るい世界に来たって感じ。はえー。いやー、うわ、あそこなんか強烈にでかい建物があるな。マップを見たときにさ、なんか、右側左側みたいな感じになってたんだけど、その境目がどっち側なのかな？ちょっと待って、マップを見ると、今だからこれあれか、右側にいるってことか。なんとなくなんだけどさ、これ色右側がさ、青いでしょ？で、左側が赤いからなんか汚染されてる系なのかな、やはり。っていうことは向こう、こっちが、今待って、もう一回見てみよう。こっちだから向こうか。向こう側の方か。ちょっと見に行ってみるか。うん、待ってください。あれなんだ？あの丸いやつ。あれもしかしてターミナル的なやつ？と言ってみよう。先ほどジェネシスのファイルベースの中にまだ侵食されていない船のインターフェースプログラムを見つけました。
はい、それを媒介にメインフレームへ侵入し、船のコントロールを取り戻すことができるかもしれません。なるほど、これあれなんだ、あ、ジェネ2もミッションなんだな。え、ちょっと待って、でもさ、これミッションリストを表示で、あ、ミッションだね、ミッションミッションかで、そうなんだけど、ミッションもそうなんだけど、これさ、あー、OK。これね、ちょっと表示、これバグっちゃってるんでね、こっち側のね、ASE のデータはちょっとおかしくなっちゃってて、これおかしいんだけど、OK。ターミナルとしても使えるってことだね。だから、これ転送ができるってことか、ここで。あー、OK。まあ、そうだな。ここでね、ゼロからサバイバルっていう感じじゃないので、まあ、一旦ジェネ1に戻って、いろいろ持ってきたり連れてきたりしてもいいかなとは思うんですけど、うわあ、いいね。ここはわりかし穏やかなエリアってことか、ちょっとレベルとかどんな風なのか見ていくか。っていうか、双眼鏡も何もないから、双眼望遠鏡か。ブロンとレベル50。そう、ジェネシスのさ、2ならではの生物、さっきみたいなさ、なんかメイウィングっていうのね、あれ初めて見たな。とかもやっていきたいんですけど、向こうも気になるからな。いや、とりあえずでもちょっと望遠鏡だけ作りたいですね。望遠鏡作りたいんだけど、どこに何があるかとか全くわかんないからさ、これあんまり調子乗ってると、水分と、あ、まあ大丈夫か。はあ、いや、これさ、エース A でジェネシス来たらさ、めちゃくちゃ綺麗なんだろうな。まあただね、それいつリリースされるかって話したらね、気が遠くなっちゃうかもしんないですけどね。ね。まあ2050年ぐらいかな。わかんないですけどね。テックスーツのさ、あの高速移動のバインドが ASE の時とちょっと違うから、若干やりづらさがあるんだけど、水晶なんかこういう大和の方とかないかな。しかしエレメント気にせずに空飛べるってすごいな。なんかあそこに光ってる柱みたいのがあるけど、あれなんだろう、供給品クレートみたいなやつなのかな。あー、これ、おー、供給品クレートだ。しかも何、いきなりすごいの出てんだけど。あらま。でね、今ね、マップ的には、かなりこっちの方まで来ちゃったんだけど、これ逆かな？なんか真ん中から行くのかな？もうその前の、あれはね、多分境界線の壁っぽいんだよね。真ん中に戻った方が良さそうだな。あ、ケサルいる、ケサル、ケサルいるわ。ケサルがいますね。ほら。へえ、このマップにいるんだ。あ、そういえばさ、この HLA なんとかさんから、ヘキサゴンの交換。使いたいヘキサゴンはありますか？え？ちょっと待って。なんでこんなに持ってんの？これもしかしてジェネツ1から引き継いでるのか？え？っていうことはさ、これ望遠鏡、ここで水晶買ってやればいいじゃんか。そういうことじゃない？多分。今の木材、皮、繊維、頑張ってくださいね、サバイバーさん。で、これでいけるんじゃないか？あ、来た、やった。そうだ、ジェネシスはこの仕組みだったんだ。やったわ。しかもお金なんかめちゃ持ってた。あれ、どうだったっけな、これ。これ引き継いでんのかな、わかんないけど。まあいい、とりあえずじゃあ、これで望遠鏡できたから、ちょっといろいろ見て回るか。おいおいおい、今朝のレベル150なんだけど、いきなり。いや、でもこれをテームしたところでどうのって話になっちゃうんだけど。マジか、さすが高レベルが湧く。いや、最高じゃん。ちょっとね、こっちの方見に行ってみましょうか。これなんだこれ。はい、すんごいとこ来た。なんだこれ。でも、入り口っぽいのはないな。もう一個上行ってみるか。すごいね。これ巨大な宇宙船っていう風なね、そういうイメージっていうか世界観だから。いやー、よく作られてるな。すごいな。圧巻ですね。こんな平らな広いスペースがあって、こ
これ拠点とかに良さそう。ただね、これマップの今一番ね、端なんだよね。なんとなく拠点作るなら、なるべく真ん中の方がいいような。でも、わかんない。その、素材とかさ、素材集めするときにどこに何があるかっていうのはちょっとまだわかんないから、ね、例えば金属鉱石がどこで一番よく取れるとか、アルゲンちゃんじゃないですか。でもこれ自分が空飛べてるからな、アルゲンもいらないっていう話。いや、これあれだね。あ、雪袋、え、 R 雪袋だって。あら、まあ雪袋もいる。ちょっとさ、そのなんか反対側の世界に行ってみたいから、一旦これ真ん中から行った方が良さそうな雰囲気なんで、真ん中に戻ってみたいと思います。ん？待てよ。なんか今ね、戻り途中に、これなんだろう。シェルターみたいなの見つけた。これ行ってみよう。来た来た。これなんだ？あ！今、あ、これ通路じゃない？ここ。向こうに行ける。なんかそれっぽいんだけど。ほら。こういう世界観なんだ。ジェネシス2って。これダッシュ。ダッシュ行けるね。ダッシュで行こう。これテックスーツ最初から使い放題っていいね。有料マップ課金すればいきなり初手テック装備楽しめる。さて今ね、どこに来たかっていうと、ちょっと見えないんだけど、これ確かさ ASE って、あ、ガンマできるね。うん、ここ来たぞ。さてさてさて、どうな感じなんでしょうか。ちょっとダッシュで行こう。誰もいないね。何もないね。あ、来た。結構長い通路だな。ん？これか。これがなんか渡り廊下的なところ、今。あ、そうだね。ここだね。なんだなんだなんだ。ちょっと見てみようよ。外の世界。どうなってんだ？あこれ今さ、左側がさっきまで自分たちがいた、あのなんか平和な感じのエリアで、区画で、で、この、あれね、あれ？これ出れるじゃん。来い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 。あれ？なんかいる。なんだこれ。この船を打ち上げた当時は目的地を設定している時間などなかったのでしょうね。アストロデルフィス、初めて見た。銀河から銀河へとワープを繰り返しているようですから。あれ、あれって宇宙クジラか。あ、そうだ、アストロセタス、宇宙クジラだ。っていうことは、っていうことは、今このここのなんか渡り廊下的なところの外はこれ宇宙ってこと。あ、そうだね。じゃああれか、あれ、外にあるやつさ、なんかエレメントが取れそうな雰囲気だな。これジェネワンのさ、あの宇宙バイオームのやつが、要はこれだから宇宙船の外ってことだよね。これ怖っ。何もでもステータス以上はないね。放射能とか。で、そういうことか。このなんか変な、あの、色の濃いところは、船外ってこと。宇宙だね。だからこれ今宇宙船だからさ、っていう話か。OK。で、ここ抜けたら、怖っ。はい、こっちが来たよ。こっちが、あ、来ましたね。こっちの角だ。ちょっとあっちのね、向こうの、あの部屋っていうか、エリア行ってみよう。さあ、来ましたね。今ね、ほら、こっちの区画に入った。なんだけどさ、これもう見るからに、これそういうことだよ。これやばいわ。これ、なんか、やばい感じだわ。これ、アベレーションのさ、仮想とかのあのイメージだわ。これ、絶対、これ、やばいとこでしょ。ほら。なんか、もう、汚染が進んじゃったエリアみたいな、世界みたいな？じゃないこれ。どう見ても。うわ、怖っ。すごいね。巨大な洞窟みたいな感じだ。全然、あ、やっと出てきた。これ、水飲めるかな？汚染されてたらどうしよう。水飲めないや、ここ。水深が浅い。
飲めるか。来た。ああ、そうだね。これ、なんか、あ、まあ、そうか。アベレーションよりもエクスティンクションみたいな雰囲気かもしんないね。汚染されたなんとかみたいな。うわ、全然違う世界だ。さっきまでいた部屋と。ということは、まあ、これ、おそらく、こっち側にいる敵が強いとかそうなんだろうよね。絶対ね。なんか変異しちゃったみたいな感じ。今んとこでも生物らしい生物がいないな。エクスティンクションのさ、あのサンクチャリーから外に出たあれっぽいイメージだね。ただその部屋の感じはそうだね、さっきまでいた部屋と同じような風で、こういう割と広いな。あれ生物がいない。これ今ね、あのもうね、片道切符の確保で来てるから、帰り道のことちょっとあんま考えてない。うわー、めちゃくちゃになっちゃってるね。いろんなとこになんかくね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 した変なやつがあるね。ちょっと降りてみるか。これ多分ね、読み込みが距離が遠くて生物捉えてないだけかもしれないから。来ました。ここさ、なんかこれ建物があったんだけど、これほら、何かがさ、このでかい巨大なワームみたいなやつがほらぐる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 ってなっちゃってさ、詳しい事情はわからないんだけど、何かに侵食されてるっていうのはわかるよね、これでね。あれ？生物がなんか全然いないな。まだ読み込みが、いや、あんなことはないと思うけど、たまたまさ、今飛んでる場所が、そういうあまり生物がいないエリアなのかな。何もいないな。っていうか、綺麗だね、本当に。これ ASA のグラフィックでやったらどんなんなんだろう。めちゃくちゃ綺麗そうなんだけど、バカ重たそうだね、これ。本当に。まあさ、ジェネシスの2が出る頃までにはさ、ASA もかなり最適化が進んでると思うから、まあそれは期待なんだけど、今のね、アイランドですらめちゃくちゃ重たいですからね。こんなすごい処理がたくさんありそうな。はえー。何もいないね。さあ、第一村人じゃないけど、なんかこういうとこさ、なんとかかんとか、変異とかなんとかみたいな、汚染なんとかみたいなやつ、いそうなんだけどね。ちょっとね、あまりね、ジェネシス2についてはね、下調べも何もしてない今状態なんで、もしかしたらね、見当違いのことを言ってるかもしれないですけども。はい、ちょっとそこはまあ勘弁していただいて、まあ初見ですからね、これ完全初見なんでね、今ね、ちょっとね、ジェネシス2に関してはまあ、 あの初めてね、あの来た時、まあ、プレイ済みの方はね、初めて来た時のその自分のね、自らのあの感動したのをね、ちょっと思い出していただけたらいいんじゃないかなみたいな風ですね。いや、ほんと何もいないんだけど、すごい綺麗な世界だ。なんかあれだ、あれに今ね、パッと、あれ思い出したわ。あのゲーム。ノーマンズスカイ感じ、なんか。今、ノーマンズスカイやってるみたい。このスーツといい。何もいないね。なんだ？ここには何？あ！なんか今、鳴き声聞こえた。これ、下の方にいるのかな？下にもなんかあるよ、行ってみる。なんかね、鳴き声するよ。あ、これなんか下にめっちゃありそう。行ってみるか。あー、でもこれだけか。初手にこうやってさ、テックスーツで見て回れるのはめちゃくちゃいいけど、いいんだけど、ほんと何もいないな。かなりね、低い高度で飛んでみても、何もいないんだけど。うん、なんか今いた。なんか今いたわ。いた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 。あー、いた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 。あれー、バカ鳥じゃないか？うわ、なんかこれ、望遠鏡合わせるの、なんか ASA の方がめっちゃやりやすいな。これ、合わせにくいな。こんなんでしたっけ？あ、いたいたいた。
ほら、いたわ、鳥いたわ。あれ、でもこれ平和的な生物だよね、割とね。あれ何にもいないんだけど。なんか凶暴なティラノとかさ、そういうのをちょっと見たいよね、いるなら。え、なに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 、なんかすごい音がした。これあれかな、たまたま今いる場所が平和な場所なのかな。北の方行ってみる。なんとなく北の方が。でもさっき北から来たもんね。北から来たなんつって。南行ってみるか。こっちの方、あっちの方行ってみるか。さあ、南の方に来たんだけどね。こう結構高い山があるね。こういうところには何か強そうな生物がいてもおかしくないんだけど。まだね、今日ここに来て、ね、30分、40分ぐらいしか経ってないから、全然状況、あ、なんかそこに金属鉱石めっちゃあるな。はい、こういう感じ。何もいないんだけど、本当に。なんだ？これあれですね、今のところ、ちょっとここをね、ぐるっと今見た感じでまとめると、こっちのエリアっていうのは生物がいないのか。読み込みが間に合ってないだけ。でもマップ生成された時ってさ、結構すぐいるイメージなんだけど。だってあっちのなんか平和そうなエリアの方、もう普通にいっぱいいたよね。ということはですよ、こっち側のこの左側のね、この赤いゾーンの方って死んじゃってて、その世界がもう生物が生存。いや、でもさっき鳥一匹いたよね。ちょっと降りてみるか。高低差すごいあるな、こっち。一番下まで降りるか。うわー、これ木材だ。へえ。不思議な植物。全体的な色味が少し紫色っぽくてさ、なんか雰囲気はめっちゃ好きなんだけど。何もいないのが寂しいな。あそこなんだ？あ、あれも向こうに戻るやつか。いや、ちょっともうちょっとこっち見て回ろう。なんかこう洞窟っぽい感じのとこ来た。こういうところなんかいないかな。あ、なんかめっちゃピカピカ光ってんだけど。大丈夫？うわー、アベレーションっぽい。すごい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 。アベレーション。いや、でも何もいないな。何もいないな、本当に。なんとなく一番高いところで来てみたんですけどね。この、なんかこう、なんていうかな、山のところにも何もいないですね。どうやら何もいないと。じゃあ、向こうへ戻るか。戻り口が、だから、あの通路みたいなところから行けってことだよね。そうだね。このなんか、向こうの部屋に行くのに、1、2、3、4箇所あるって感じなのかな。よし、まあ戻るか、じゃあ。